出た。よっしゃ。いいスタート切ったのは松浦和馬。そして今から上がってくるのは山口大輝。和馬いけるぞ。ここで先行していく第一のアドバンテージを取り続け、そして2番手上がってくるのは強化がリク。イエーイ、第一は切れる天国、これも難しい。そうなると2番手、3番手には絶対52番のライダー長谷川優斗が3番手に入っている。松村和馬は先行したまま少しまだ起き上がってこれがその中、山口大輝はイエーイ、今についてアドバンテージを大きく上げて、ゴールラインの強化、強化リクがそれについていく。そして52番のライダー長谷川優斗が3番手。